こんにちは。こんにちは。アシックスラーニングクラブコーチの小谷博です、はい。今日はよろしくお願いします。お願いします。竹本ひなと言います。お願いします。お願いします。で早速なんですけれども、はい、ひなさんは普段どれぐらい走られてますか？普段は週に 2,3 回ランニングしております。結構走られてますね。距離はどれぐらいですか、ね？距離はだいたい8キロから10キロぐらい走ってます。結構がっつり走ってますね、はい。今日はですねアシックス の, グループラングループランニングに参加していただきまして、はい、視聴者の方にその感想をお伝えできればなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はいはい。でここはランステとショッピングもできる店舗が併設している直営店の一つで、はい、特にこの丸の内はランニング用品多く取り揃えております、はい。今日も私手ぶらで来ちゃったって一式借りるって聞いたのでいいですね、はい、すごいありがたいです。はい、手ぶらが一番楽だと思いますので、はい、うんうん。ここら辺だとサラリーマンの方とかお仕事終わりにもいらっしゃるって感じになるんですか？そうですね、平日は特にサラリーマンの方が、うん、多いというかね一定数いますけれども、はい、土日祝日になると、はい、隣接した隣の県から、うん、ランニングしに来られたりだとか、最近だと出張も多いですよ。出張でも全然地方から、はい、来るっていう方もいらっしゃいますので、うんうんうん、はい、そうなんですね。やっぱ借りれるので便利ですもんね。そうですね、本当に手ぶらで持ってこなくても、はい、走れちゃいます、はい。今日は実際にレンタルウェアの方はもう中に来ていただいてますので、はい、ランニングシューズの方を選んでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。今度は実際に走るランニングシューズをこの中から選んでいただきます。はい、すごい種類が多いですね。そうですね、この中から選ぶんですか？置いているモデルとしては各モデルの最新モデルから人気のある、うん、シリーズで揃えておりますので、自分の走る目的にまず合わせるっていうのと、うん、自分の足に合った、はい、ものを選ぶっていうのがポイントになりますので、はい、はい、一回、はい、履いてみましょう。ありがとうございます、はい、お願いします、はい。でこちらも足を入れて、はい、なんかフィット感がすごいのと羽感がさっきよりも増したような気がします、はい、よかったです、はい。なのでやっぱり自分の目的に合わせて選んでいただく、うんうん、っていうのが一番だと思いますので、はい、今日はね3キロぐらいになりますので、はい、ぜひこちらで、試していただきたいんですけど、はい、今まで履いてた靴で実際にその走ってみると、うんうん、なんか合わなかったとか痛くなったとかって、はい、トラブルってあったりしませんでした？膝を痛めることがありました。ですよね、フィット感とかもやっぱ変わってきたりとか、はい、思ったのとはやっぱ違うなとかっていうのがあると思うんですけど、はい、やっぱり実際にここだと外に走りに行って試せるので、シューズをこう買い替えるタイミングというか検討している方は、はい、自分がこう狙っている靴をこう実際にこうランニングで試してフィット感だったり、はい、感覚を確認してから選べるっていうのがすごいいいと思います。気になるのを自分で試して走れるって感じですか？はい、それはありがたいですね、うん、めちゃくちゃ。今日はこれで走りたいと思います、はい、ぜひこちらで楽しんでください、はい。こちらがロッカールームになりますが、すごい綺麗ですね。あと化粧水とかもあるのがすごいありがたいです。シャワールーム広いですね。フェイスの洗顔のやつもあってとってもありがたいです。はい、それではランニングの方に行きたいと思います。では今日は担当します、アシックスランニングクラブの小谷と申します、初めての方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。でグループラン自体は、いつも通り、3キロから4キロぐらい距離としてはアシックスのこちらのイベントの中でも一番初心者の方向けのビギナークラスになります。でその中でも途中で歩いたり走ったりしながらトータルで合計で3キロ4キロぐらいになりますので、あんまりね初めて今日走るっていう人だったり体力に自信がない方でも安心していただけるかと思います。でコースもいつもと今日は少し違いまして撮影が入っておりますので特別コースというかスペシャルコースを回っていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ではここからまず走る前に準備運動としてストレッチをやっていきたいと思います、でランニングは、基本的に足だけ使って走るんじゃなくて上半身も使ってます、全身を使う全身運動になりますので、しっかり今日やるこのアシックスのリラックスストレッチっていうのは全身上から順番に下半身上半身も下半身もまんべんなくこうやっていく、ストレッチになります。で特に運動不足の方だと結構ね真剣にこれやると筋肉痛になるまではいかないですけれども筋トレ
筋トレに匹敵するぐらいの効果もあったりしますので、できるだけね、あの大きな動きでやるように心がけてください。はい、じゃあまず全身伸ばしていきたいと思いますので、手を組んで腕の根元から空に向かってギュッと引っ張り上げます。でこの時背伸びしてしまって大丈夫ですので、全部こう伸ばしきった状態から力を抜いて一気に脱力します。はい、じゃあもう一回いきましょう。手を組んでまっすぐ上に伸ばします。おへその位置、お腹の位置も高い位置に持っていった状態から力を抜きます。息を吐きながら脱力します。大きく腕を、両腕を後ろから前向きに回していってください。肘ができるだけ曲がらないように、大きくゆっくりでいいので、大きく大きく後ろから前向きに回します。いいリアクションですね。いい感じ、いい感じ。はい、もうあんまりね、やりすぎると結構きつくなっちゃうと思うので、起きていただいて、で今ね、立ち上がった時にここはね、じわっと来てると思いますけど、やっぱりここが硬いと走ってる時に足がこの根元から使えないです。腰、腰痛にもつながりやすいので、しっかりここも伸ばします。すっごい体伸びました。新体操やってたんですけど、思ったよりきつかったです。本当ですか。やっぱり普段やらなかったら、どん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 こう硬くなっていくというか、使わなくなってしまいますので、はい、今みたいにちゃんと大きな動きで、伸ばしてるところも意識しながら、やると相当効果がありますので、今日はまあ3キロから4キロぐらいのコースになりますけれども、早速、スタートしていきたいと思います。はい、ではまず歩くところからになりますので、向こうに移動してください。はい、で普段 の、 デイリーウォーキングと違って、これはもう運動としてのウォーキングになりますので、ちょっとこう意識して大きく歩くようにしてみてください。大きな腕振りもランニングにつなげるような腕振りでやっていきます。はい、目線だけ下がらないように、目線下がらないように歩いていきます。いや、気持ちいい。めっちゃ気持ちいいですね。ですね。私今日初めて参加したんですけど。ね、言ってましたね。はい、そうなんですよ。よろしくお願いします。お願いします。何回目ですか？あ、私は今回で3回目です。そうそう。平日の夜に1回と、はい、あと今日みたいな朝のランニングで2回くらい参加しました。コーチ、やっぱり靴の、はい、バネがすごいです。走りやすいです。あ、よかったです、よかったです。はい、でこの靴がやっぱり、ね、独自のやっぱりソールの素材だったり、はい、新しい素材なんで、本当に軽くて、はい、その弾む感覚もあって、すごい初心者の方でも OK、はい、おすすめできますし、中級者ぐらいまで、ね、レースでも使える靴なので、すごい幅の広い、はい、フィット感もすごいですね。走りやすいです。いいですね。私1年弱前に40キロぐらい走ったんですけど、はいはいはい、よくやりましたね、本当に。はい、しかもスニーカーで。わー、もう本当すごい、信じられない。それで靭帯を痛めてしまって、やっぱそうですよね。はい、そこからもう半年以上は走れなくなったんですけど、はいはいはい、やっぱそれってフォームが関係してくるんですか？はい、結構長引きましたよね。大変だったと思いますけど、めちゃまあ、その時はやっぱホームっていうよりは、そのシューズがね、ランニングシューズでなかったっていうのと、やっぱりいきなり距離がちょっと長すぎたとか、そういうのも原因だったかと思いますけれども、ホームとしてもまあね、ちょっと悪くないんですけど、まあさっきと同じでリラックスです。上半身リラックスして、足は骨盤から無意識を持って、で2本線、はい、骨盤の幅ぐらいの2本線をイメージしてください。なるほど。はい、で着地がその足裏全体で半個だと思って、こう蹴ったり上に飛び跳ねたりする必要ないんで、半個だと思ってこう置いていく、1、2、3、1、2、3、なるほど、1、2、3、でそういうリズムで走ると、はい、まあ、ちょっと姿勢も前傾姿勢になって、はい、変わってきたので、まあ、走り方としてはこういう意識をするっていうのと、でちょっとね、癖で右足が外向いてるんですよ。それを若干まっすぐ、はい、まっすぐに置いていくようなイメージで走るといいと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日はどこからいらっしゃったんですか？今日埼玉から来ました。埼玉からいらっしゃったんですか？グループランって、はい、東京以外だともうやってるとこ少なくて、なので今回参加しました。なるほど、うん、確かにあれですよね、なんかもっとめっちゃ走れる人が集まるかと思ったら、うんうんうん、初めての方が多くて、そうですね、すごい初めてなんで参加しやすいですよね。はい、めちゃくちゃ良かったです。はい、でもここゴールです。皆さんお疲れ様でした。ゴール、お疲れ様です。はい、大丈夫でしたか、ここまで？
大丈夫でしたね。そしたら、まあ、皆さんね、走り終わった後の方がいい表情になってますので、まあ、いつものようにあの集合写真をちょっと記念に撮りたいと思いますの で, でこうちょうどいい景色がいいのでこちらをバックに。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。足をじゃあ広げて、おへそ、お腹を中心に上半身を大きく回していきます。腹筋と背筋。じゃあね、これでランニングの方はね、終了になります。皆さんどうでした？楽しく走れました。よかったです、よかったです。本当に撮影の方もね、協力いただきましてありがとうございました。で、まあ、他にも平日含めて土日祝日なんかも、まあ、いろんなレベルというかね、いろんなコースほぼ毎日開催してますので、まあ、こういうね、最初はこういうところからコツコツ続けていって、距離だったり時間に慣れてきたら、もうちょっとその走る距離が長いイベントにもチャレンジしてみたりだとか、本当にまあ自分の、まあ、行きたいところにこう行けるように少しずつ継続していただければと思います。はい、では今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日どうでしたか？今日は楽しかったです。特別コースっていうのもあったと思うんですけど、グループで走る楽しさ、心地よく走れてよかったです。そうですね、まあ、天気も、ね、はい、良くて気持ちよかったと思いますし、はい、普段本当にね、他のコースいろんなコースありますので、うんうんうん、またこういうグループランをきっかけに楽しく続けていただければと思います。はい、僕も途中走りながら話聞いた時に、はい、一回靭帯痛めたじゃないですか。はい、そうですね。まあ、無理しちゃダメですよ、うんうんうん、今後も。はい、わかりました。で、まあね、一回今怪我をしてとか、うん、まあ、ランニングから離れた時期があったと思うんですけれども、うん、はい、結構ね、いろんな方が初心者の方多い、はい、多いことです、それは。で、そのままやっぱり戻ってこずに、うんうんうん、ランニングからもう遠ざかる人が多いんですけど、うん、そこでやっぱりね、もう一回こう走る気になったというか、うん、参加してみようと思った、ね、思ってくれたので、うん、僕としてはそのランニングをサポートする側としてはすごい今日嬉しかったです。はい、はい、復活の時もやっぱ一人だとどうしても心細いとかあるんですけれども、ね、まあ、知識がある方と走ることによって改善だったり学びとかもすごいあったのでありがたかったです。これだけほぼ毎日いろんな、うんうんうん、レベルのイベントやってるって、うんうん、なかなかね、そういう施設もないと思いますので、本当に自分に合うのが絶対あるんですよ。はい、なのでぜひね、グループランとか、なかなか一人でそういうコースを見つけるって難しいと思うんで、はい、ぜひ参加していただければ楽しいそのランニング年間通してやっていけるかなと思いますので、はい、ではこれからも、しっかりランニング、はい、続けていきましょう。はい、ありがとうございます。私もぜひ友達に勧めたいなって思いました。自分もランの、グループがスタートで始まって、今日もすごい初心者の方とかでも入りやすいなって思ったので、次は一緒にぜひ参加したいなと思いました。はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございました。